小学校の頃、僕の通っていた学校の裏には小さな山があって、みんなからは普通に裏山と呼ばれていた。小学校は3階建てだったのだけれど、裏山はその小学校の2倍程度の高さしかなかった。学校側から裏山を登って、反対側に降りると、細い県道に出る。学校の規則で、裏山には休み時間は上がっちゃいけなかった。それでも僕は、友達と一緒によく裏山に登った、だいたい昼休みに。まばらに木が生えてるだけの、何もない山だったけど、子供にとっては十分な遊び場だった。それでよく先生に叱られた。ごめんなさい、もう裏山には行きません。って、100回は言った気がする。今からするのは、そんな裏山の話だ。さっきはまばらに生えた木以外は、何もない山だって言ったけど、実はあった。一つ、子供心をくすぐるようなものが、僕と友達数人が見つけたのだ。僕らはそれをウサギ穴と名付けた。3階の廊下の窓から見える、裏山の斜面に穴はあった。勢いをつけて斜面を駆け降りる、という遊びをやっていた時のことだ。友達の一人が何かにつまずいて転がった、だいぶ転がった。膝から血が出てたけど、田舎だったから。そんくらい唾つけとけ治るということで、僕らは別のことに興味を惹かれていた。友達は穴につまずいたのだった。斜面の一部が草ごとえぐれていて、おそらく友達が踏み抜いたのだろう。その部分から穴が露出していた。縦穴じゃなくて横穴。今までは草と土に隠れて、見えなかったらしい。穴は小さくて、人は絶対入れない。でもウサギなら入れそうだということで、決まった名前がウサギ穴。鏡込んで覗いてみると、中は真っ暗だった。まっすぐ伸びているように見えたけど、いかんせん暗すぎてよくわからなかった。その穴はそれからしばらくの間、好奇心旺盛な子供たちの心を、捉えて離さなかった。まず、何がこの中にいるのか、という話になった。モグラという意見と、ヘビだという意見と、やっぱりウサギだという意見に分かれた。僕はウサギ派だった。山に住むジジイから、ウサギはこんな巣を掘ると、聞かされていたから。ウサギの巣なら、出口は一つじゃない、もっとあるはずだ。と僕が言ったことがきっかけで、僕らは裏山を、他の穴はないかと探し始めた。その日は、探しているうちに昼休みが終わってしまい、結局見つけることはできなかった。別の穴が見つかったのは、それから3日くらい後のことだった。ちょうど学校とは反対の、県道側の斜面に穴はあった。同じような穴だった。見つけたのは僕だった。かくれんぼをしていて偶然、見つけたのだ。穴、と叫ぶと、みんなが集まってきた。ほら見ろやっぱりウサギだった。いや、ヘビだ、違うモグラだ、そんな不毛な言い争いの後だった。誰が言ったのかは忘れた、僕だったのかもしれない。まあ、とにかく誰かが言った。じゃあさ、この穴によ、ウサギ入れてみん。よし、やってみようぜ。面白いかは二の次だぜ。なんてたって僕ら小学生だぜ。でも今は少し後悔している。僕の通っていた学校では、ウサギを飼育していた。そして学年には一人ずつ、クラスはないよ。全校生徒80人くらいだったから、飼育員というのがいて、昼休みになると、ウサギに餌をやったりするのだ。そしてなんと、その時の5年生の飼育員が、僕だったのだ。決行されたのは次の日だった。昼休み、僕はチャーボーと名札の貼られた檻を開けて、茶色い毛がボーボーの可愛いウサギを一匹抱えて、ウサギ穴へと向かった。到着すると、もう友達の一人は穴で待機していて、反対の県道側の穴の方にも、数人スタンバっているらしい。友達が運動場の倉庫から持ってきた、50メートルの巻尺の紐を、チャーボーの体に結んだ。命綱のつもりだ。チャーボー、掘れ、行け。穴の中にチャーボーの頭を突っ込む。チャーボーは嫌がって、足をパタパタさせた。無理やり押し込む。それほどきつくはなさそうだけど、無理しないと方向転換はできないだろうな。はよう行け、帰ってきたら餌やるから。棒で尻をつつくと、チャーボーはいやいやそうに、穴の奥へと進んでいった。途中で途切れているだなんて考えはなかった。二つの穴は、当然繋がっているものだと思っていたのだ。4メートル。隣で友達が、チャーボーが進む動きに合わせて巻尺を引っ張り出しながら、1メートルごとにいちいち報告する。8メートル。当時は、小さな山だったので、学校側の穴から県道側の穴まで、50メートルもないだろうと思っていた。今考えると、もう少し距離はあっただろうけど、僕がふと疑問を覚えたのは、10メートルを過ぎてからだった。友達が数えるメーター表示の速度がおかしい。13、14、10。あーもう、早いよ、ちょっと待って。ものすごい速さで巻尺を回すと手が回転して、シュゴー、と音がしていた。僕は友達と顔を見合わせた。うわ。と、友達が叫んだ。
その手から巻き尺が離れて、穴の縁にぶつかった。巻き尺は穴より大きかったので、持っていかれることはなかったけど、一度二度ビクンビクンとのたうってから、巻き尺は力尽きたようにその場に崩れ落ちた。あっけに取られるという言葉があるけれど、僕はそれまでの人生で多分初めてだった。本当にあっけに取られたのは、友達は無言のうちに、再び手にした巻き尺を巻き戻していた。そのうち、うがにゃー、と、猫のような情けない悲鳴が聞こえた。そうして、しばらくもしないうちに、剣道側の穴でスタンバってた友達、数人が走ってきて、一人は足が絡まって転んで、転がっていった、僕の横を、もう一人降りてきた奴の服の袖を掴んで、僕は聞いた。ジャーボーは？知らん、話せ。話せば話す。だもう、穴がものすごい勢いで骨吹いた。それだけ言うと、そいつは校舎に向かって駆け降りていった。何が何だかわからなかった僕は、とりあえず巻き尺の友達と一緒に、剣道側の穴まで行ってみた。確かにそこには、何らかの動物の骨が、穴を起点に放射状に散らばっていた。小動物の骨だろうか。何もこびりついていない。白くて綺麗な、100点満点文句なしの骨だった。ジャーボーのかなと僕は思った。それなら悪いことをしたなぁとも思った。その日は当然、先生に怒られたけれど、僕はいつもと違っていく分本気で謝った。ごめんなさい、申しません。もちろん、ジャーボーに対して。後日、僕は山に住んでいるジジイを訪ねて、その話をした。もちろん、孫への小遣いが目当てだったのだけれど、ジジイなら何か知っているかもと思ったのだ。そや、山の口やの、と、ジジイは言った。山の口、って何や？お前の口と一緒や、山の、口。ジジイはそう言って、僕の下唇を掴んでビロンと伸ばす。口と聞いて、想像力豊かな僕はすぐにピンときた。じゃあ、もう一つの穴は、ケツなん？ケツやな、山の尻。僕は気づいた。だとしたら、ジャーボーは山に食われたのだ。なあなあ、ジジイ。なん？ウサギってよ、うまいん？うまい、食いたいんか？僕は首を振る。それにしても、山だとしても。いただきます、くらいは、言うべきだろうと。その時の僕が思ったのかどうかは、定かではない。黙っていると、ジジイは僕の肩を、バシバシと何度も叩いた。まあ、気にせんでいい。お前は山にお供え物をしただけや、そのうちいいことがあるかもしれん。ジジイ。おう、なんぞ？じゃあ小遣いくれ。その日はジジイの家の軒先に干してあった、干し芋を勝手に取って、かじりながら家まで帰った。ジジイは結局小遣いをくれなかった。けれど、そのうちいいことがあるというジジイの話は、当たってなくもなかった。僕は飼育員をクビになった。理由は、皆で飼っていたウサギを、うっかり逃がしてしまったからだという。世話は面倒くさいし、ウサギ小屋は臭いから、僕は普通にラッキーと思った。ちなみにウサギ穴は、あの出来事以来、子供たちの間で、ウサギ食いの穴にグレードアップした。そうして、あの日剣道側から走って逃げて、転んで転がった奴が偉い怪我を負ったので、それから裏山禁止の規制が厳しくなった。だから一度だけだ。下校時間になって、僕はそっと剣道側の穴に向かった。途中で落ちていた手頃な木の枝を拾う。穴につく。くらえ。僕は手にした棒を穴に突っ込んだ。そして逃げた。男の子なら誰しもやったことのある、あの技だ。ささやかな仕返しのつもりだった。その後、山に仕返しされたとかそんな体験はない。今現在、僕の通っていた小学校は廃校になっている。ジジイの家に行く際にはあの剣道を通るので、その時はついでに穴はあるかと確認したりする。少なくとも山の尻は未だにあって、周りには何の骨かわからない、小さな骨が散らばっていたりもする。その峠は夜泣き峠と呼ばれていた。僕の住んでいる地域では有名な心霊スポットで、この峠の正式な名称は知らなくても、夜泣き峠といえば、地元の人間なら誰でも知っているようだ。その日の夜、11時頃、僕は友人のケイとエスと3人で、その問題の峠に向かって車を走らせていた。剣道って言うから覚悟してたのにさ、なかなかいい道じゃねえか。そう言ったのはケイだ。確かに、もともとは地元民でない僕は、この道を使ったことがなかったのだが、アスファルトも比較的新しく、ずっと2車線の道路は、心霊スポットに続く山道としては、拍子抜けするものだった。幽霊出るって聞いたから、どんだけ錆びれた道なのかって。ドキドキワクワクしちゃってたのにさ、こっちはよー。あ、残念だ、残念、さ、ね、だ。うわ、バカ、やめろ。横を見れば、K が後部座席から、運転席のシートを掴んで揺らしている。運転しているのは S だった。
助手席には僕が座っている S の父親の車だという軽自動車が、ふらふら対向車線にはみ出す。対向車はない、あったら死んでたかもしれない。ここで事故ったら、僕らも幽霊になって化けて出ような。そしたらここ、全国的な心霊スポットになるかもしれんし、と、僕が言うと。そらいいな、と、K が笑う。騒ぐ僕らの横で、S は大きくため息をついていた。ちなみにその時の K は酔っていた、僕も酔っていた。そもそも、宅飲みで酔っ払った僕と K が、酒の勢いで、どこか怖いとこ行こうぜ、となり、運転役として、急遽呼ばれたのが S だったのだ。っていうか、道路整備は当たり前だ。そんだけ需要があるんだよ、この道には。うちの町から丸々、町の地名、に行くのにも、この道使えば早いしな。この車内で一人だけ酔ってない S は冷静だ、というかブスッとしてる。その表情からは、早くこのバカ二人から解放されたい、という気持ちが滲み出ていた。ごめんな S。それでも、いやいやながらも付き合ってくれるのが、こいつのいいところなのだが。俺の携帯さ、録音できっから、これで赤ん坊の声取れねえかな。携帯の音質じゃ無理だって、よほど近くで泣いてもらわんと。てかそんな声録音して何に使うんだよ。僕がそう言うと、K はにやりと笑い。なもん。ん？なもん、女の子を驚かすために使うに、決まってんじゃねえかお前。K のシャウトが車内に響く。お前が子供泣かしたと思われて、しまいだボケ。隣で S がぽつりとつぶやいた、K はガハハと笑って聞いてなかった。ところで、K が言う赤ん坊の声とは、僕らがこれから行く予定の、廃車峠にまつわる話だ。深夜、夜泣き峠を通ると、赤ん坊の泣き声が聞こえるとは結構有名な話。周りにも聞いたという人間はちらほらいる。嘘かまことか、聞き違いか幻聴かは置いといて、峠まではすぐそこだった。僕らの会話は自然と、昔峠で起こったとされる事件が、話題の焦点になっていた。僕が聞いた話によると、ある日、家族が乗った一台の車が、この峠を越えようとした。そして峠に差し掛かった時、エンジンの故障か何かで車が炎上した。男と女は車から逃げたのだが、一人だけ赤ん坊が車内に残された。その事故以降この峠を通ると、赤ん坊の声を聞こえるようになったという。しかも、その声が聞こえたものは、絶対に車関連の事故に遭うという。おいおいおい、だってよ S、帰りは気をつけろよ。K の言葉に、S が大きなあくびで返した。そういえば、電話で S を呼び出した時、彼の声は幾分寝ぼけていたのだが、眠たいのだろうか。階段ってのは、おひれしか残ってないもんだ。あくびの後で S が言う。S の方を見て、なんだそれ？と K と僕。ここで事故が起きれば、幽霊のせい、あれも幽霊のせい、これも幽霊のせい。そこで切って、S はもう一度あくびをする。おひれだけ。つまり、身のない話ってことだ、覚えとけ。てかさっきからうるさいよ、お前ら。僕と K は顔を見合わせた。二人とも酔いの残った頭では、いまいち理解できなかったようだ。ほら、着いたぞ。そうこうしているうちに、僕らの車は目的の峠に着いた。道路脇に車を止めて、三人で外に出る。街灯が遠く、思いのほか暗い。S が一度車内に戻って、懐中電灯を持って出てきた。豆電球の白い光が夜泣き峠の周囲を照らす。なんというか、心霊スポットというだけあって、独特の雰囲気は感じ取れた。道の両脇はどちらも気が茂っていて、ざわざわと風に揺れる音がする。いつの間にか、おしゃべりの形も静かになっていた。どうする？と、S が言った。その口はおそらく、早く帰ろうぜ、てか帰らせろ、と言いたいのだ。僕としても、夜風とこの峠の雰囲気に当たった瞬間、酔いが覚めてしまったようで、実際怖くて帰りたくなっていた。そうだな、なんもなさそうだし、帰るか、とチキンな僕が言おうとした時。やべ。K が言った。俺、聞こえた。何が？と言いかけた僕の耳にも、それは入ってきた。かすれた猫のような、でも猫じゃない。猫は、おらー、おらー、とは鳴かない。これは人間の声だ。赤ん坊の鳴き声だ。おいおい、嘘だろ。K がうろたえていた。僕はもっとうろたえていた。S にも聞こえたようだった。あっちからだな。S はそう言って、懐中電灯の光をその方向に向けた。僕らが車を止めた道路脇の反対側に、車一台が通れるくらいの横道があった。S が照らしているのは、その細い道だった。よし、行くか。と一言、S がその横道に向かっていくので、僕と K は顔を見合わせた。S は果たして正気なのかと思った。しかし、車のキーも懐中電灯も S が持っているので、僕らは慌てて S の後を追った。横道の先には、小さな広場があった。
S が持つ懐中電灯の光が、広場をくるりと照らした。草がぼうぼうに生えていて、広場を囲むように廃車が数台あった。古びて赤錆にまみれたトラックもあれば、比較的新しい車もある。赤ん坊の泣き声が大きくなっていた。S の後ろで、僕も泣きそうだった。K は、やっべえ、やっべえよ。お、さっきから繰り返している。S が一台の車を照らした。その車は黒ずんでいた。外も、中も、ガラスは残っていない。S が懐中電灯の光を、車からわずかに下に向ける。チャイルドシート。その車の横には、地面に直接、チャイルドシートが置いてあった。隣の車とは不釣り合いなほど綺麗で、新品同様と言ってもよかった。泣き声は、そのチャイルドシートから聞こえてきた。誰も座っていないはずなのに、S がそのチャイルドシートに一歩近づいた。おい S やべえ、やべえって。K が止めるのも聞かず、S はチャイルドシートの前まで行くと、その後ろの草むらに向かって手を伸ばした。僕はその時、泣き声の主に S が食われるんじゃないかと、本気で思った。あった。僕らの方に向き直った S が手にしていたのは、一台の機械だった。ただ立ち尽くす僕らの前で、S は手にした機械の上にあるスイッチを押した。その瞬間、赤ん坊の泣き声はピタリと止んだ。CD ラジカセだ。S が言った。最初は俺も驚いたけど、泣き声に規則性があったからな、こんなことだろうと思った。まあ、いたずらだな。電池が切れるまでは、赤ん坊の声がリピートするようにな。僕は呆然としていた。K はポカンとしていた。S よ、お前はどこまで冷静なのだ。うおマジかよ、バカらしい。K が両手で自分の頭を抱え、体全体でグネグネと意味不明な動きをした。彼なりに恥ずかしがっているのだ。俺バカじゃん、やべえやべえとか俺バカじゃん。それから K は、チャイルドシートに近づくと、一発蹴りを入れた。そうしてから何を思ったか、倒れたチャイルドシートを、また元通りに立たせると。お前ら、しゃめれ。その上にどかりと腰を下ろした。チャイルドシート2台の男が座っている、真夜中のこんな場所で、その滑稽な光景に、先ほどまでの恐怖の感情も消え失せ、僕は声に出して笑った。アホらし。と言いながらも、S が自分の携帯を取り出して、カメラで撮った。K はふんぞり返っていた。僕も笑いながら、その姿を携帯で撮った。おらー、おらー。と、K が叫び出した。さらに座った状態で手足をバタつかせる。僕はまた笑った。S も笑っていたと思う。おらー、なあ、なあ。僕が、おや、と思い始めたのは、そのあたりからだった。なあ、なあ、おらー。おい、K、もういいよ、十分撮ったから。しかし僕がそう言っても、K は泣き止まない。それどころか、K の泣き声は一層激しくなった。お、おらー、おらー、く、おらー、おらー、じゃあ。おい、K。じゃあ、おらー、く、く、じゅ。おらー、く、いつの間にか、K の泣き声は尋常ではなくなっていた。K は本当に涙を流して泣いていたのだ。顔が歪んでいた、手足をバタつかせ大声で泣く。その声も、K の声から、まるで本物の赤ん坊の声に変わっていた。おらー、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 おぎらー。お、おい。K、K、僕が K に向かって手を伸ばそうとした、その瞬間、S が横からチャイルドシートごと、K の体を蹴飛ばした。おい、K を持て、逃げるぞ。S が叫ぶ。地面に倒れた K は気を失っていた。僕は S と一緒に K を担ぎ上げると、車に向かって一直線に走った。S、S、どういうこと？俺に聞くな。後部座席に K を押し込んで、S が車のキーを差し込む。お、おい、S、ちょっと待て。車のエンジンがかかる。しかし僕は思い出していた。夜泣き峠に関する話。赤ん坊の声を聞いた者は必ず、S もそこに気がついたようだった。サイドブレーキを下ろそうとしていた手が止まる。しかし、躊躇は一瞬だけだった。そや、おひれだ。S は車を発進させた。S の額に浮かぶ大粒の汗とは裏腹に、車は非常にゆっくりとした、安全運転で山を降りた。K は山を降りる際に意識を取り戻した。また泣き声を上げられたらどうしようと、心配だったのだが、幸い起きた K はちゃんと K だった。え、なにこれ。てか、脇腹超痛いんだけど。それは S が蹴り飛ばしたからだ。でもその事実はなかったことになり、すべては赤ん坊の霊の仕業、ということで落ち着いた。K の脇腹に、幽霊が噛みついていたのだと。そうして、少なくともその日は、僕らは事故に遭うこともなく、山を降りることができた。後日3人で集まり、知り合いの知り合いの知り合いという風に、か細いつてを頼って、遠くの町の神社でお祓いをしてもらった。その際、神主らしき人に、一応3人とも大丈夫だが、もうあの峠には行かない方がいい。と、
言われた。お祓いが効いたのか、そもそも何もついてなかったのか。あの夜の体験から数年経ったが、今のところ3人とも、何の事故もなく過ごしている。夜泣き峠を通ってて、赤ん坊を見た、声を聞いたという話は、今でもたまに聞くことがある。この前も、職場の後輩が彼女と言って、泣き声を聞いたそうだ。後輩はその時の話を詳しく語ってくれた。事故とかは大丈夫だったんすけどね。やっぱり、ほら、脇腹、噛まれたんすよ、ほら。確かに、真剣に語る彼の脇腹には、噛まれたような跡があった。そりゃ、おひれだ。笑って流していいものかどうか、少し迷った。なあ、お前ら、首あり地蔵って知ってるか？数年前の話になる。僕らは当時大学3年生だった。季節は夏、大学の食堂で3人、昼飯を食べていた時だ。階段好きな K が、雑談のふとした合間に話し出したのが、そもそもの始まりだった。首あり地蔵ってお前、そりゃ普通のお地蔵様だろ。僕の隣に座って味噌汁を飲んでいた S が、バカにしたように言う。K と S と僕。K はカレーの大盛りで、S は鮭定食で、僕は醤油ラーメン。いつものメニュー、いつものメンバーだった。でも確かに首なし地蔵だったならば、はっきりとは思い出せないが、何かの怪談話で聞いたことがあるかもしれない。話のネタにもなるだろう。しかし、K は首あり地蔵と言ったのだ。S の言う通り、それは首のある普通のお地蔵様だ。ちげえんだよ。あのな、その地蔵の周りには、もう五体地蔵があってな。首あり地蔵の一体以外は、全部頭がねえんだってよ。なるほど、だから首あり地蔵か。僕はその様子を想像してみた。6体の地蔵のうち、1体だけにしか首がない。ねえ、なんでそうなってんの？それがな、その1体だけ首のある地蔵が、他の地蔵の首を、ちょんとしたっつう話なんだよ、これが。そう言って K は舌を出し、スプーンで自分の首をかっきる仕草をした。でも、そんなことして、地蔵に何の得があるんだよ。さあ、知らねえよ、お供えもん独り占めしたかったとかじゃね？K がそう答えると、S が、ごほっごほ、と咳をした。それから、ポケットティッシュを取り出し、口元を拭うと。バカ野郎、喉に使えたじゃねえか。なんだよ、俺のせいかよ。不満げな K に。お前のせいだよ。と、S が言う。僕はというと、その地蔵に少し興味を抱き始めていた。で、K さあ、その首あり地蔵については、他になんかないの？ああ、あるぞ、なんてったって、首あり地蔵は人を襲う。その瞬間、再び S が咳込んだ。夜な夜な動き出してさ、人の首を刈り取ってくるらしいぜ。いらん首ないか。いらん首ないかって、ブツブツ言いながら、寺の周りを徘徊してんだとよ。もうやめてくれ、今の俺は呼吸困難だ。S は咳込んだせいか、涙目になっていた。なんだよ S、ロマンがねえな、俺の話が信じられねえのかよ。何がロマンだボケ、K、お前、すぐにでもその地蔵に謝ってこい。それだって、と K が大声を出したので、僕は驚いた拍子にむせたら、ラーメンの切れ端が鼻から出てきた。久しぶりだ、こんなこと。今日の夜、行こうぜ。確かめるんだよ、俺たちで。噂が嘘なら、なんぼでも謝ってやるからよ。と、K が言う。S は呆れたように天井を見上げた。また始まった、と思ってるんだろう。K はそういうスポットに行くことを好む、いわゆる肝試し好きなのだ。今までだって、K が発案し、僕が賛成し、S が引っ張られる形で、そういういわくつきの場所に、足を運んだことが何度もある。じゃあ、今日の夜は、首あり地蔵で肝試しってことで、決まりな。K が強引に話を進める。S が救いを求めるように僕の方を見た。僕はラーメンをすすりながら、S に向けてにんまり笑ってみせる。S は半笑いのまま力なくうなだれ、黙って首を横に振った。というか、その地蔵近くにあるのかよ。おう、まるまる寺ってとこ。その名前を聞いたとき、うなだれていた S の首が少し上がり、眉毛がピクリと動いた。そうしてから、隣にいた僕くらいにしか聞こえないほどの声で。そうか、まるまる寺か。と、つぶやいた。僕は一体なんだろうと思ったのだが、あいにくその時は、口の中いっぱいにラーメンが詰まっていたので、それを聞くことはできなかった。その後は聞くタイミングをつかめぬまま、あれよあれよという間に、具体的な集合場所と時間が決定した。こういう時の K の手際の良さは、凄まじいものがある。ただし、普段はまるで発揮されないのが痛いところだ。こうして僕らはその日、〇〇寺の首あり地蔵の元へと、足を運ぶことになったのだ。夜中、僕らはそれぞれ個別に、〇〇寺がある山のふもとで、集合ということになっていた。
丸々寺は僕ら住む町を一望できる、小高い山のてっぺんに、展望台と隣接する形で立っている。寺までは数百段の石段が続いており、僕は知らなかったのだが、目的の地蔵はその道中にあるそうだ。集合時間は11時。時間を守ってきたのは僕だけだった。15分待って、バイトで遅れたという K と、寝坊したという S がほぼ同時にやってきた。熱帯夜だという蒸し暑い夏の夜、僕ら3人は、懐中電灯を片手に汗だくになりながら、地蔵があるという場所に向かった。特に僕は、日頃の運動不足がたたってか、前を行く2人を追いかける形で、ヒーコラヒーコラ言いながら石段を登っていた。山の中腹を少し過ぎた頃だっただろうか。おい、早く来いよ、あったぞ。という系の声が、だいぶ上から響いてきた。僕が二人に追いつくと、そこは石段の脇が、休憩のためのちょっとした広場になっており、地蔵はその広場の端に6体、横一列に並んでいた。僕は乱れた息を整えてから、地蔵をライトで照らす。確かに、僕の腰よりちょっと背の低い地蔵たちは、右から2番目の1体を除いて、残りは全部首がない。これで、一つはっきりしたな。少なくとも、この地蔵は夜な夜な徘徊はしていない。S が K に向けて、からかい半分の口調で言う。ごめんちゃい。くたばれ。漫才コンビは今日も冴えている。っていうかなんだなんだ、つまんねえな。夜は地蔵さん、鎌でも持ってんのかと思って、期待してたのによ。そりゃどこの死神だ、と思わず僕も突っ込みそうになった。でもよ、本当に他の地蔵は首がねえんだな。なに、K、お前ここ来たことなかったの？今日の話ぶりからして、僕は K がここに、何度も来たことがあるものだと思っていた。いや、噂で聞いてただけ、面白そうだからさ。見に来てえなぁとは思ってたけどよ、ちょっと拍子抜けだなぁ。この地蔵はな、正式にはなで地蔵っつうんだよ。ふと、S がつぶやくように言った。なんだよ、お前、この地蔵に詳しいの？ちょっとな、見ろ、この地蔵、頭テカってるだろ。S が懐中電灯の光で地蔵の頭を照らす。そう言われれば、この地蔵の古ぼけた体に対して、頭だけは比較的小綺麗だった。触ってみや、もっとよくわかるんだけどな。もともと願掛けしながら撫でると、その願いが叶うって言われの地蔵だから、撫でられすぎてそうなったんだ。そうなのかと思った僕は、そっと首あり地蔵のツルツル頭を撫でてみた。なんだかボーリングの球を撫でている感じだ。撫で心地はなかなかいい。今でも、知ってる人は知ってるんだけどな。昔はもっと有名だったらしいな。〇〇寺のなで地蔵って言えばな。けど、そのせいなんだよ。K も僕も、S の話を黙って聞いていた。なんだか昔話を語るような話ぶりは、普段の S とは、少しだけ違っているような気がしたのだ。30年くらい前の話らしい、6体全部の首だけが盗まれるって事件があった。綺麗に首だけ取られてたんだってよ。犯人はわかってない。ただの愉快犯か、それとも、なで地蔵のご利益を。独占したい輩でもいたんだろうな。おいおいおい、ちょっと待てよ。じゃあ、この首は何なんだ？K が言う、それは僕も思った。当然の疑問だ。職人に頼んで、地蔵の首だけすげ替えたんだとよ。僕は改めて地蔵を見てみた。言われてみれば、首のあたりに多少のひびがあるようにも見える。頭だけ小綺麗なのも、人々に撫でられるだけが、理由じゃないということか。でも、修復したって言っても、首の部分はやっぱり弱くなってたんだろうな。それ以降も、みんなに撫でられ続けた地蔵の首は、1体ずつ取れていったんだ。2度目は、寺の方も直す気が起きなかった。それにしても、まさに身を挺して民衆を救うか、地蔵の本願だな。そこまで聞いて、僕は少し不思議に思った。S のこの地蔵に関する知識に対してだ。予習してきたにしても、知りすぎてはいないだろうか。隣の鈍い系だって、そう思ってたに違いない。そんな僕らの疑問を察したらしく、S は若干罰が悪そうに頭をかいた。俺が小さい頃はな、まだ2体は残ってたんだよ、首。と、S は言った。実はな、5体目の首もいだのって、俺なんだ。意外な展開といえばそうだったかもしれない。でも S の語り口からは、そんなに罪の告白だとか、そういった重々しいものは感じられず、ただ単に昔の失敗談を語っているような、そんな口調だった。昔、家族とこの寺に来た時にな、地蔵の頭撫でたんだよ。願いながら撫でると、その願いが叶うっていう地蔵だろ？俺はひねくれたガキだったから、撫でながら言ったんだ。なんて言ったんだ？K が聞くと、S は肩をすくめて。もげろ。は？もげろって叫んだんだ、撫でながら。そしたら、もげた、本当に。S の話によると、ゴリ、と音がして、手前の S の方に、地蔵の首が落ちてきたのだそうだ。その時はまるで、
地蔵がうなずいたように見えたと S は言った。まあ、たまたま俺が撫でた時と、限界が重なっただけだろうけど。それでもあの時は本気で驚いた、これがご利益か、とか思ったよ。その後、上の寺から坊さんが来てさ、すげえ怒られたな。と言いながら、S は地蔵の前にしゃがみ込み、その頭に手を置いた。そうしてゆっくりと地蔵の頭を撫でながら、叫ぶでもなく、つぶやくでもなく、全く自然にその言葉を口にした。こう？もげろってな。鈍い音がした。次の瞬間には、地蔵の頭はあるべき場所に収まっていなかった。どさり、と、地面に重量のある物体が落ちる音。うわ、とは僕の声。S は手を前に差し出したままの状態で、地蔵を見つめていた。おうマジでもげやがった。K が簡単の声を上げる。とまあ、こんなこともある？ S はあくまで冷静を保っていた。K が落ちた首に近寄って。どうなってんだ？と、つついている。僕はこの目の前で起きた現象を、どう捉えればいいのか、いまいち判断がつかずにいた。今日という日の夜、S に撫でられ限界を突破してしまったのか。それとも、地蔵が S の願いを聞き入れたのか。帰るか。ゆっくりとその場に立ち上がりながら、S が唐突につぶやいた。え、地蔵は、どうすんのさ？どうにもならん。S は本当にこのまま帰るつもりだった。かといって僕にもどうすることもできない、弁償の剣が頭をよぎるが。触れただけであだ、風が吹いただけでもげてたよ。と、S がこちらの心理を、見透かしたような発言をする。しかし、となれば、このまま過ごすごと帰る以外の選択肢が、僕にはない。帰るか。こうして首あり地蔵は、首なし地蔵になったのだった。めでたし、めでたし。とは、いかなかった。僕と S が戻ろうとしたとき、K だけはまだ地蔵の首のところにいた。僕らはそれに気づかず、先に帰ろうとしていたのだが。いらん首、ないか？声が聞こえた。振り向くと、K が先ほど落ちた地蔵の首を両手に抱えて、無表情で立っていた。え、何？僕が聞き返すと、K はまた言った。いらん首、ないかえ？その時の K の様子をどう表現すればいいのか。そんなハイレベルな冗談を言える K ではないし、それにいつもの K でないことだけは分かった。あったら、もらうぞ。え、いや、てか。恩師の首でも、ええぞ。ない？答えたのは S だった。少なくとも、俺らはいらん首は持ってない。ほうか。K が地蔵の首を地面に落とした。ドズン、と音がした。その瞬間、K の体が電気が走ったかのように、ビクン、と震えた。あれ？何？え？俺、寝てた？ K は先ほどの自分の言動を覚えてないのか。知るか、帰るぞ。S はそう言って、さっさと広場を抜け、階段を降りようとする。え、ちょ、待てって何？説明しろよ。S の後を、慌てて K がついていく。僕はしばらくその場に留まって、ぼんやりと地面に落ちた地蔵の首を見つめていた。不思議と怖いという感情は、これっぽっちも湧いては来なかった。地蔵はまだ働くつもりだったのだろうか。人々の願いを叶えるために。そういえばさっき地蔵を撫でた時に、僕は何も願いを思い描いてなかった。僕はふと思い至って、地蔵の首を持ち上げた。重い、すげえ重い。切断面を確認し、僕は地蔵の首を元通りの位置に置いた。そして撫でた。くっつけよう、くっつけよう。そっと手を離す。首はまた落ちたりはしなかった。そろそろと後ずさり、僕は二人を追いかけてその場を後にした。その後しばらく経って。まるまる寺の地蔵が、首のない地蔵が取り壊されたらしいぞ。と、K から聞かされた。それって何体？とは、聞かないことにしておいた。僕が小学校低学年の頃の話だ。学校も終わり、僕は一人帰り道を歩いていた。そして、ふとした何気ない思いつきから、今日は別のルートで家まで帰ろうと決めた。いつもは使わない、人通りの少ない山沿いの道。家まではだいぶ遠回りだけど、僕は随分楽しげに歩いていた記憶がある。昔はそういう無意味なことに、楽しさを見出す子供だったのだ。さて、そんないつもと違う帰り道。僕はふと、ある不思議なものを見つけた。車一台分の幅しかない道、進行方向に対して左は林で、右は小さな池だったのだけど、その右の池から、何やら白く細いものが空に向かって伸びていた。その時の僕が、空に向かって伸びている、と思ったのは、単純な話、空に何にもなかったからだ。木々の枝が伸びているわけじゃない。飛行機が、鳥が飛んでいるわけでもない。最初、僕は煙かなと思った。でも水のある池から煙というのもおかしい。別に水面に浮かぶ水草が、燃えているわけでもないようだった。ガードレールに腕を乗せ、
僕はその白い細い物体をじっと見つめた。それはどうやら、糸のようだった。白い糸だ。僕は白い糸をたどって空を見上げた。白い糸は上空に行けば行くほど、空に点在していた雲と同化して見えなくなる。天へと伸びる糸。当然、不思議だなぁと思った。けれど、その時の僕には、でもそこにあって見えるんだから仕方ないだろう、という確固たる諦めがあった。見上げていると、上空で、地下、と何か光った気がした。時間が経つにつれ、光ははっきり見えるようになった。糸をたどって空から光が降りてきていた。太陽の光を鏡で反射させた時のような、目に刺さる光だった。光は点滅していて、目の上に手をかざしてよくよく見ると、その上に糸はなかった。僕は身を乗り出し、その光をよく見ようとした。ランドセルが重かったのが原因だと思う。僕はその瞬間バランスを崩して、頭から池に落ちた。でもそこで不思議なことが起こった。僕は頭から池に落ちた。でも、水面に顔が触れた瞬間、僕は、水の中から顔を出していた。タイムラグはない、記憶違いでもないと思う。惰性で僕は一旦、お腹のあたりまで水面から飛び出すと、また重力で頭まで沈んだ。今度は普通に水の中だった。ここは当然パニックに陥り、溺れかけるべきなのだろうけれど、僕は割と冷静だった。池は背伸びすれば、足がそこに届くくらいの深さだった。ランドセルが背になかったので、目を拭いながら手探りで見つけて、また背負った。不思議な体験だったなぁ、と思いながら、僕は池から道路に上がった。最後にもう一度池を振り返ったけれど、糸はもう伸びてはいなかった。そしてその帰り道、僕はなぜか帰り道を間違え、家に帰るのがだいぶ遅くなった。家に帰ると、母はびしょ濡れで帰ってきた息子に、驚いた様子で。あらまあ。なんぞね、そら。と聞いてきた、僕は。釣られた、とだけ答えた。その日からだった。僕が文字の読み書きができなくなったのは、先生も困り顔だったが、僕はあの時池に落ちたせいで頭が悪くなったのだと、勝手に思うことにした。文字の問題は、その後普通にできるようになった。その後、僕が池に落ちてから、1週間くらい経ったある日のこと、あの池から子供の水死体が見つかった。不思議だったのは、その1週間の間、町の近辺で、行方不明となった子供がいなかったこと。だから発見も遅れた。持ち物は持っておらず、どこの、誰の子供かもわからず。その身元不明の死体は、一時期話の種になった。そして僕はというと、今でも健康診断の際は、聴診器を持った先生に、という顔をさせている。心臓の位置が少しだけ、おかしいのだそうだ。それはカエルとコオロギの鳴き声が響く、夏も終わりかけたある夜の出来事だった。この家だってよ、テルって有名な家。僕と K はその2階建ての一軒家を、周りをぐるりと囲む塀の外から眺めていた。風は存外に冷たく、そういう季節はもう過ぎたのだと感じる。なのに、僕らはまた肝試しに来てしまっていた。僕と K と S、いつものメンバーだ。発案者は K だ。奴のオカルト熱は季節に関係なく、いつでも夏真っ盛りらしい。2階あたりに女の霊が出るって噂、今は、見えねえけどな、窓に映るらしいぜ。K の言葉に、僕は2階の窓を懐中電灯で照らした。S はというと、道の脇に止めた車から出てこず、運転席側の窓から右肩と頭だけを出して、つまらなそうに家を眺めていた。おい S、出てこいよ、何一人だけ車乗ってんだよ、おめえはよ。と、K が言う、S は大きなあくびで返す。寒いんだよ、それに、誰がここまでずっと、運転してきたと思ってんだ。俺は寝るぞ。S はそう言って、車の中に引っ込み窓を閉めてしまった。T シャツ一枚で来たやつが悪いんだよ。と K が、カカカ、と笑う。でも確かに、今日の夜は存外冷える。おそらく、朝から曇っていたことが原因だと思うが、お天気お姉さんは何と言っていただろうか。そんなことを考えながら、僕はもう一度窓を見上げた。ちなみに、僕と K がいる H と S が乗る車の間には、この家の門がある。門は内側に開いていた。でも、今日は不法侵入はしない。外から眺めるだけだ。理由は、ここがそういうスポットだから。噂じゃ女。っていうかここの家の娘な、事故で下半身が動かなくなったんだってよ。それから女は、ショックでだんだん頭がおかしくなって。そのせいで両親はその女を、自宅にずっと閉じ込めてたんだと、病気家族だな。と、隣で K が言う。いつもならここらで S の鋭い突っ込みが入るのだが、上が T シャツ一枚の人間にとっては、この寒さは多少分が悪い。で、事件は起きるわけだ。その女が夜、寝ている両親の首をナイフでかっ切って、自分も自殺したんだな。自殺？
と問い返しながら、僕はなんだか周りが、さっきよりも寒くなった気がした。背筋がゾワゾワする。首吊りだってよ、首吊り自殺。こう、ロープにぶら下がって、ブランブラン揺れてたんだと。K が舌をベロンと出し、体を揺らす。しかし、僕はその時 K の話に違和感を覚えた。女は両親を殺して首吊り自殺をした。けれど、その女は確か。でもさ、それって、おかしくないか？あ、何が？足も動かないのに、どうやって首吊りるんだよ。どうやってって、そりゃお前。と、K が何か言おうとしていた。その口が止まる。ゾワリ？と冷たいものが僕の首筋を撫でた。それはまるで、大きなつららを直接、背中に当てられたような感覚だった。足から頭まで、全身に鳥肌が立つのが分かった。僕と K はほぼ同時に、2階の窓を見上げた。2階の一室の窓が徐々に開いていた。ゆっくり、音もなく、隙間に女の顔が見えた。髪がボサボサ、大きく見開いた目が、僕ら二人を見据えていた。窓は開く。隙間が広がり、その首にロープが見えたその時、女は一気に窓のわずかな隙間から、外へと身を乗り出した。女が頭から落ちる。途中で、その首に巻いてあったロープが、落下を食い止めた。ガクンと女の体が上下に反転し、2階の窓を支点に振り子運動を始める。ブラン、ブラン。枯れ木のように細い足。その手にはナイフらしきものが握られている。一つ、二つ、三つ。その体が痙攣した。ナイフが手から落ちる。その手が宙をかく。音は何もない。そのうち、女の両手がだらりと下に垂れ下がった。口が開き、真っ赤な舌がその中に覗いていた。死んだのか、死んでいるのか。しかし女の目だけは、未だこちらをよろりと見据えていた。僕の口から何か、悲鳴のようなものが出ようとしていた。と、僕の首筋に冷たいものが当たった。ふひゃ、僕はついに悲鳴を上げて、実際飛び上がった。雨だった。しかし、雨のおかげで一瞬だけだが気がそれた。それから、はっとしてまた2階を見上げたが、そこにはもう何もなかった。首を吊った女の姿も、窓も、閉まったままだった。ああやって、首を吊ったんだとよ。隣を見ると K は笑っていたが、無理をしている笑いだと一目でわかる。でもその時は、僕も同じ笑いを返していたに違いない。なるほど、確かにあの方法なら、足が不自由でも首が吊れる。すごいものを見たな。と、僕が K に言おうとした時。僕と K はまた、ほぼ同時に反応した。何かが落ちた。塀の向こう側。それから、ズル、ズルと布が擦れる音。先ほど見た首吊りには音はなかった。しかし、今度は音だけがある。僕と K、それと S が乗る車の間にある門。門は開いていたのだが、そこから手が出てきた。さっきの女の手だ。ナイフを握っている。もう片方の腕も出てきた。ついで頭、首にはロープ。白い服、見開いた目、垂れた舌は地面を舐める。僕は S に助けを求めようとした。しかし声が出ない、体が動かない。金縛り。K も同じらしかった。どうしよう。こっちにゆっくり這い寄ってくる。足は動いてない、手だけで地面をズルズルと。怖い。それに近い。怖い近い怖い近い。這い寄る女と僕らの距離は、もう2メートルも離れてなかった。あ、もうダメかも。本気でそう思う。突然、光に目がくらんだ。エンジン音とブレーキ音。気がつくと、僕らが乗ってきた車が目の前にあった。金縛りが解け、体が動く。体は動いたが、僕はしばらくその場を動けなかった。ウィームと運転席側の窓が開き、S の眠たそうな声が聞こえる。おいお前ら、もういいだろ、雨が降ってきたから帰ろうぜ。僕と K は顔を見合わせた。恐る恐る車の下を覗くが、そこには何もいない。こいつ。K がつぶやく。引き上がった。あん、ああ、そういや妙な手応えがあったな、でかいカエルでも潰したか？僕は何も言えないでいた。K も S をまじまじ見つめるだけだった。そんな僕らに、S は怪訝そうな顔を見せ。どうしたお前ら、なんかあったか？ま、何を見ても聞いてもだ、そや幻覚に幻聴だ。ほら、乗れ、もう帰るぞ。僕と K はもう一度顔を見合わせ、お互い何も言わずに車に乗り込んだ。それは帰るとコオロギの鳴き声が響く、夏も終わりかけたある夜の出来事だった。深夜11時、僕と友人の K は、今はもう使われていない、とある山奥の小学校にいた。校庭。グラウンドには雑草が生え、赤錆びた鉄棒やジャングルジム、シーソー。現在は危険というレッテルを貼られた、回転灯もあった。僕と K はこの小学校に、肝試しに来たのだった。本当はもう一人、S という友人も来る予定だったのだが、あいにく急な用事が入ってしまったようで、二人で行くことになった。
野郎二人で肝試しとは、別の意味でゾッとするが、この系というやつは、幽霊を見るためなら、他の条件が何だろうとお構いなしなのだ。ただ一つの条件を除いて。だってよ、一人じゃ見たっつっても、誰も信じてくれねえじゃん。もっともらしい理由だが、僕は知っている。こいつは実は怖がりなのだ。それでもって熱狂的なオカルトマニアで、心霊スポット巡りが趣味なのだ。しかしそんな系のおかげで、僕は普通なら見ることのできないものも、いくつか見てきた。S の野郎正解だったな、ここ外れだわ。確かにね、物音一つしなかったしな。外れなら外れでそれはありがたいのだが、僕だって怖いものは怖い。でも興味はすごくある。6対4で見たいけど見たくない。わかるだろうか、この心理。というわけで、僕らはさっきまで、学校内をうろうろしていたのだが、あいにく、ここで自殺したという生徒の幽霊は、見ることができなかった。懐中電灯を消したり、わざと別々に行動したり、音楽室も理科室もこわごわ覗いたのだけれど、結局、何も出なかった。時間が悪かったのか、それとも K が。クオラー、幽霊出てこいやー。などと怒鳴りながら、探索してたせいだろうか。そうして、僕らは幾分がっかりしながら、小学校のグラウンドに出たのだった。で、どうすんの？帰る？と、僕は K に聞いた。K は明らかに不満そうな顔をして、いつの間にか拾ったらしい木の枝で、地面にガリガリ線を引いていた。黙ってその様子を眺めていると、K は地面に2メートル4方ぐらいの正方形を描いた。ついで、その図の中に十字線が引かれる。田んぼのただ、K が顔を上げて僕の方を見た。その顔から不満そうな表情は消えて、ニニン、と笑う。なあなあ、お前、あんた方どこさって知ってっか？いきなり尋ねられ、僕は少しあたふたしながら、脳内のタンスから、その単語の情報を引っ張り出した。知ってる、手まり歌だろ、まりつきながら、あんたがったどこさ、肥後さ、肥後どこさ、熊本さ。わかったわかった。じゃあよ、あんどこって知ってるか？あんどこ？それは知らない。と、僕が首を振ると、K は手にした木の棒で、今しがた地面に描いた図形、田んぼの田を指した。あんどこってのは、この4つの四角の枠の中でな、リズムに合わせて飛ぶんだよ。右、左と基本は左右交互に飛んで、あんたがったどっこさ、の、さの部分だけ一瞬前に飛んで、戻る。いいか？よく見てろよ。どうやら手本を見せてくれるらしい。せーの。あんたがったどっこさ、きっぽさ、きっぽどっこさ、くまもっとさ、くまもっとどっこさ、せんぱさ。大声を張り上げながら、K は自分で作った図の中を、前後左右にぴょんぴょん飛び跳ねた。とまあ、だいたいこんな感じだな、わかったろ？と言われても、僕としては首をかしげるしかない。こいつは一体何がしたいんだろうか。わかったのは、やはり K はとてつもなく音痴ということだけだ。今のがあんどこ？ま、遊びだ、遊び。へぇ？で、もしかして、それを僕にもやれというのだろうか。しかし K の顔にはまさにそう書いてある。で、じゃねえよ、お前もやんだよ、二人であんどこ？やだよ、なんで僕がそんなこと。なんでってお前、知らねえの？ま、噂だけどよ、これ二人で目つぶってやったら、なんか別の世界に行けるんだとよ。およ、と思った。せっかく小学校に来たのだから、ただ単に昔を懐かしんで子供の遊びをやろう、というわけでもないらしい。それなら面白そうだということで、僕はそのあんどこをやることにした。K の説明によると、田んぼの田の形に区切られた、四つのスペースのうち、まず二人がそれぞれ、左斜めに相手がいるようにして立つ。それから目をつむり、暗闇の中で、あんた方どこさを歌いながら飛ぶ。スタートは左に、すべてを歌い終わり、ジョイとカークースの、素で前に飛んで終了。そこで目を開ける。何が起こるかはお楽しみ。注意事項として、歌を間違える。飛び方を誤る。相手にぶつかる。目を開けた時に、田んぼの田からはみ出したら失敗。じゃ、行くぞ。ちょっと待って。なんだよ？いや、ちょっと気になったんだけど。あんどこが成功してさ、その、K が有名な世界にもし行けたら。帰ってこれんの？すると K は、うはは、と笑い。知らね。と言った。おいおい。まあいいじゃねえか、さ、始めっか。目をつむれー。まあいいのか？と思いつつも、僕は目をつむった。せーの、あんたがったどっこさ。いて。あた、いきなり間違えた、慣れないと意外に難しいのかもしれない。おいおいお前、ちゃんとやれって。あははのは、ごめんごめん、次は、さ。たくよー。頭の中でシミュレーションする、交互に交互に。さ、で飛ぶ、一斉の。いて、正面衝突。
一瞬間違えたのかと思って謝りかけたが、よく考えてみると、僕は間違っていない。目を開けてみると、K が手刀をかざして。悪い悪い、次は本気で行くからよ。僕はなんだか急にバカらしくなってきたが、あと一回くらいはやってみようかと思う。一斉のっせ。あんたがったどっこさ、ひいごさ、ひいごどっこさ、くうまもっとさ、くうまもっとどっこさ、せんばさ、せんば山には、タヌキがおってさ、それを漁師が鉄砲で撃ってさ、煮いてさ、焼いてさ、食ってさ、それをコウの葉でちょいとかくう、せ。前へ飛んで、僕は目を開いた。四角の中にいた、成功だ。ちょっと誇らしい気持ちになって、僕は K はどうかなと思い振り返った。そこに K の姿はなかった。え？右を見て、左を見て、もう一度右を見て。僕は、ははぁ、と思う。すべてはこのためだったのだ。目をつむったままのアンドコなどという、凝ったことをさせておいて。K は歌の途中でこっそり抜け出し、僕がおろおろするのを、隠れてみて楽しむつもりなのだ。K のやつめ。僕は何とかして K を見つけてやろうと思い、そこら中を注意深く見渡した。グラウンドに身を隠せるような場所は少ない。しかし、K は見つからなかった。うまく隠れたものだ。そうして僕は、持っていた懐中電灯で地面を照らした。グラウンドに K の足跡が残っているかも、と思ったのだ。しかし、足跡はなかった。おかしい。その時だ、違和感を覚えた。僕らはさっき、前後左右に飛び跳ねてたはずだ。足跡はともかく、その飛んで着地した痕跡までない。地面に見えるのは、K が描いた図形だけ。僕は2歩3歩と歩いてみた。足跡はつく。これはおかしくないだろうか。辺りをもう一度見回す。誰もいない。風の音もしない。さっきまでは吹いてたはずだ。そういえば、虫の声も聞こえなくなった。おい、おい、おい、おい。僕はその場に飛び上がった。K を呼ぼうと叫んだ瞬間だった。まるでトンネルの中にいるかのように、僕の声が周囲にこだましたのだ。やまびこではない。ここは広いグラウンド。後ろに学校はあるが、何度も音が反響するなんて絶対におかしい。僕は途端に怖くなった。なあ、おい、二度目。返事はない。僕の声だけが、あたりにしつこくこだまする。ふと思い至って、ポケットの中の携帯電話を取り出した。圏外。確かにさっきまでは疲れたのだ。学校の中でイスからのメールも受信した。別の世界。K が言った言葉が、ふと頭をよぎる。ここは、もしかして、そうなのか。あんた方どこさ。ここは、どこだ。小学校の入り口に目を向けた僕は、それに気がついてよっとする。発作的に走り出していた。学校の外には車が止めてあったが、鍵は持っていない。それよりも、この小学校は山を少し登った位置にある。ここに来るとき、小学校に入るすぐ前の道からは、下の町の夜景が一望できたのだが、そこは町を見下ろせる場所。絶句する。町がなかった。いや、正確に言えば、遠目ではあったがそこに町はあった。ただしその町には、明かりがただの一粒も灯っていなかった。町が黒い。いくら深夜でもありえない光景だ。僕はその場にへたり込んでしまった。ようやく確信する。僕は異世界への扉を、開けてしまったのだ。帰る手段は知らない。ゾワゾワと、ゆっくり、足元から恐怖が這い上がってくる。どうしよう。僕は立ち上がって学校へと戻った。とりあえず何か考えがあったわけではない。あのままじっとしていて、正気が保てるかどうか怪しかったのだ。学校の校庭、赤錆びた鉄棒、シーソー、回転塔、グラウンドの中央あたりに、K が描いた図形。僕はその中に入って、再びへたり込んだ。何をしていいかわからない。K を探そうか、でも無駄な気がする。わ、意味もなく叫ぶ、こだまする。一体何なんだ、この反響音は。僕はもっともっと、シャニムに叫びたい衝動を懸命に押し殺した。ダメだ、冷静になれ。人は考えに考えた末、壁を避けて通ることを覚える。これは確か、友人の S が気に入っていた言葉だ。考えなければ、アイデアは生まれない。考えろ、僕。そこで一つ思い至る。僕が今座り込んでいる、この地面の図形。僕はこの図形からここに来たのだ。あんた方どこさによって。では、同じことを繰り返せば、元の世界に戻れるのではないか。がぜん元気になった僕は、図形の中に立つ。目をつむる。せーの。飛ぶ、歌う、間違えないように、慎重に。かーくー。せ、どうだ、目を開く。風景に変わりはない。しかし、静かだ。どうだ、僕は戻れたのか？わ。わ、わ、わ。こだました、僕は戻れなかったようだ。それから何度か、パターンを変えて試してみた。スタートの位置を変えてみたり、飛び方を変えてみたり、K のように音痴に歌ってみたり。けれども、いずれも効果はなかった。
もしかして、二人でなくてはダメなのか、一人ではダメなのか。一人、無音、暗闇、怖い、いかんいかん、冷静になれ。後頭部を叩く、考えろ考えろ、僕の頭。もしもだ、僕があんた方どこさによって、ここに来たとする。そうだとしたら、その歌詞に何かヒントが隠されていないだろうか。僕はあんた方どこさの歌詞を、頭の中でなぞってみた。肥後、熊本、千葉山、そこで僕はふと思い至る。あの歌詞の中で、隠されたのは狸だ。鉄砲で撃たれて、煮られて、焼かれて、この葉で隠される。もしかして僕は狸？だったら刑は漁師だろうか。しかし、そんなことに気づいても、どうにもならないのだった。足元からじわじわ登ってくる恐怖が、膝を越えた。足が小刻みに震え出す。まずい、正気の僕に残された時間は、割と少ないらしい。勘弁してくれ、僕だって怖がりなのだ。一人は怖い。いつもはどんな心霊スポットに行っても、それほど怖くはない。なぜなら僕の隣には、S と K がいるからだ。そういえば今日は3人じゃなかった。それがいけなかったのかもしれない。S が今日来れなかった、急にバイトが入ったと言った。けれど先ほど、僕と K が学校の探索をしている時に、メールが来ていた。その時の僕は廃校探索に夢中で、S からだと知っただけで、メール自体は見てなかった。それを思い出した僕は、ポケットから相変わらず圏外で、役に立たない携帯を取り出した。操作してメール受信画面を開く。今どこにいる？それが S からのメールだった。それがわかれば苦労しない、と僕は思う。そうして僕は、足の震えとともに少しだけ笑った。このメール内容、あんた方どこさ、じゃないか。あんた方どこさ、肥後さ、肥後どこさ。僕は無意識のうちに歌い出していた。そろそろ正気がやばい、立っていられなくなりそうだった。歌いながら、この足ではマリをまたぐこともできないな、と思った。クマ、え？足の震えが止まった。僕は気がついたのだ。その瞬間、咳を切ったように走り出していた。そうだ、あんた方どこさ。そうだった。僕は走る、誰もいない学校に向かって、走りながらつぶやく。あんた方どこさ、肥後さ、肥後どこさ。そうだよ、あの歌は、もともと。手まり歌じゃないか。可能性は見当もつかなかった。客観的に見て、まるで高くないとは思う。何をどうすればいいかもわからなかった。けれど、なぜか確信できた。これが元の世界に戻るやり方だと。僕は小学校の校舎脇を走り抜け、裏手に回った。目当ての建物は校舎じゃない。あった。体育館。入り口に鍵はかかっていたけれど、床近くにある通風口が一部壊れていたので、そこに体を滑り込ませて中に入った。暗い、懐中電灯をつける。しかし幽霊でもいいから、出てほしい気分だった。体育館倉庫には幸運にも、鍵はかかっていなかった。錆びついて重たい扉をスライドさせる。中には、ここが小学校として機能していた頃の名残が、そのまま置いてあった。目当てはバスケットボール。ほぼ全部のボールが空気が抜けてしぼんでいたが、空気入れを見つけ、それを使ってボールに命を吹き込む。空気の入ったバスケットボールを持って、僕は体育館の中央に立った。床にボールを落とす、ダム、と音がして勢いよく跳ねる。再び両手にボールを抱え、僕は目をつむった。深呼吸。一斉納税。あんたがったどっこさ、ひいごさ、ひいごどっこさ。歌い出すと同時にバスケットボールをつく。目をつむったまま、さの部分で片足を上げ、ボールの上を通過させる。ちなみに、僕は元バスケット部だ。クーマモットさ、クーマモットどっこさ、センバさ。心臓が鳴っていた、また足が震え出した。歌いながら自分自身を鼓舞する。もう少しだ、頑張れ僕。ジョイトカークーす。最後に思いっきり力を込めて、ボールをついた。ボールは今までの最高速度で地面にぶつかり、僕の頭より高く上がったはずだ。そして僕は目をつむったまま、その場で足を軸に一回転した。意味はない、自分でハードルを上げただけ。両腕を前に出す、この中にボールが落ちてくるのか。時間にすれば2秒はなかったと思う。でも長かった。腕の中にボールが落ちる感触はない。しかしいつまで経っても、ボールが床に落ちる音もない。しばらくそのまま目をつぶっていた。開けるのが怖かった。でも、足の震えはいつの間にか止まっている。深呼吸、一回、二回。僕は目を開けた。バスケットボールが消えていた。うわぁ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 。僕の声がこだまする。でもそれは体育館だったから、当たり前だったのだ。そのことに僕が気がつくまでに、相当の時間を要したけれど、耳を澄ませば、外で鳴く虫の声がかすかに聞こえた。僕は携帯を取り出す、アンテナが一本立っていた。信じられないだろうが、携帯のアンテナが一本立っていたことに、
僕は本当に飛び上がって喜んだのだ。その瞬間、僕の手の中の携帯が鳴った。エスカラだった。急いで出た。よう、ところでお前さ、今、小学校にいるのか？Sの声、不覚にも泣きそうになりながらも、僕は、そうだよー、と、大声で返事し、若干惹かれた。体育館に凄まじい音が響く。何事かと思って音の方を見ると、ちょうど体育館の裏口が蹴破られて、息を切らした K が中に入ってきた。そうして K は懐中電灯をこちらに向けた。おう、こんなとこに嫌がった。マジでありえねえし。目開けたらいきなりいねえんだもん。マジありえねえよ、まったくよ。そう言って K は、あう、だーもう疲れた。と、体育館の床にだらんと寝そべった。電話の向こうで S が何か言っている。僕は黙っていた。戻ったら絶対、一発ぶん殴ってやろうと思っていたのだけれど、体育館の床の上で、疲れたよい。と、うなりながら転がる K を見ていると、なんだかその気もうせた。僕は受話器を耳に当て直し、S に向かって言う。とりあえず、帰るよ。おう、そうか。それから、帰りに S の家に寄る約束をして、電話を切った。そうして、まだ床でゴロゴロしている K を、軽く一発蹴ると、実はボロボロ泣いていた奴を引っ張り起こして、二人で車まで戻った。運転席に座った K が、鼻をすすりながらエンジンをかける。小学校から少し降りると、街の夜景が見えた。助手席の窓から見たそれは、僕にとって今まで見たどんな夜景よりも綺麗で、それは決して、僕の目が涙で滲んでいたからでは、ない。しかしながら、自分で言うのもなんだが、不思議なことに、これだけの経験をしても、もうこりごりだとは思っていない。あんた方どこさ、どこでもいいよ。けれど、次は三人で行きたいなぁ、と思う。話は以上となります。コメントをしていただけると、動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。